今回は全国で3年ぶりに行動制限のない年末の年始となり、松島では観光客でにぎわいました。今年は観光客数が新型コロナ感染拡大前の水準にまで戻ってほしいと関係者は期待を寄せていました。県内有数の観光地、松島の昨日の様子です。土産物店などが並ぶ通りは多くの観光客でにぎわっていました。去年も行ってないので2年ぶりぐらいの旅行です。やっとそろそろ旅行できるかなと思ってます。かまぼこ焼いたりとか、なんか松島らしい楽しみ方、海鮮楽しんだりとかいろいろしました。楽しかったです。松島観光物産館では年末年始の売り上げが昨年度より2割ほど増え、新型コロナの感染拡大前の8割ほどまで回復したということです。なかなか厳しい、コロナ禍の3年ではありましたけれども、やっとその気持ちの上でも少し、旅行をしていいんだというマインドが上がってきているような感じがしますので、今年は、1年を通して、お客様がいらっしゃるように、期待はしております。松島で遊覧船を運航する丸文松島汽船では、年末年始の客足は感染状況が落ち着いていた昨年とほぼ変わらず、大きく減ることはなかったということです。そして年末の利用客の中には、先月仙台空港に到着したタイからのチャーター便で訪れたという外国人観光客もいたということです。とても感慨深いものがありまして、12月の29日で6台と、昨日1月2日で7台の団体のお客様が来ていただいて、皆様に笑顔でお帰りいただきました。今月18日には台湾と仙台空港を結ぶ定期便が再開することから、すでに多くの予約が入っているということです。今年は国際線の運航が本格的に再開し、かつてのように外国人観光客が戻ってきてほしいと期待を寄せていました。1月2月3月でだいたい台湾の団体さんで40本ぐらいの今団体さんのご予約が来てます。松島町の観光施設、旅館関係、皆さん同じ思いだと思うんですけども、とにかく一人でも多くお客さんに来ていただければいいなっていうふうに思っていると思います。